はい、ねにこん今回、2回目のね二次忘年会ですね、横山さんと、あ、はい、お疲れ様です。みーこたんさんと、デカ番長さん、で左にいるのは横山さん、あ、横山さんの新井さんです。はい、ありがとうございます。ね、先日はありがとうございました。もう生でいいですか？ね、お茶、ウーロン茶、ウーロン茶、ウーロン茶一つと生一つ。ちょっと待って、俺の方が来るから。ちょっと俺の。共疑惑男の方がね、はい。お金取っててよ、お金。はい、はい。じゃあ、皆さん。俺の来たんで。はい。ですね、今、チャリンチャリンと。じゃあ。はい。はい、じゃあ第2回目、忘年会始めます。じゃあ乾杯。はい、乾杯。お疲れ様でーす。お疲れ様でーす。はい、はい、どうもね、すいません、これ何だと思いますか？新井さんから、ペンダントトップ、いただきました。ちょっとね、開けてみたいと思います。なんだろう、自作って言ってみましたよね。あ、マジか、これか。お、あ、何言ったよ。やべえやべえ。あ、なんかこう見えるかな、見えるかな。あ、これ何だろう、新井さん、ハートですか？あの、よろしかったら奥様に。あ、ハートハートなの、ハートなんだ、これハートのペンダントトップです。あともう一つ入ってます。あ、まだ入ってないですか？マジですか。え、自分で作ったんですか？え、すごい、すげえ。あ、これかっこいい、すげえ。これ見てください、これ。ちょっと待って、ね、これ竜の手ですよ。竜の手、水晶掴んでます。あー、へえ、あー、ほんとだ、水晶掴んでますね、これかっこいいね。竜はね、僕入ってないんでね、残念なんですけど、蛇です、僕は蛇です。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ナックスとかんで、これちょっと大至急しまいます。はい、これ。中ちゃんとね、あーちゃん来ましたよ。この前来なかったんだけど、こう危ないな、顔、あ、顔ここまでだな。ね、あーちゃんと中ちゃんね、ね、忙しそうですよね。何飲むんだったっけ？生でいいっすか？生2つって感じですよね。いやいや、お久しぶりでございます。どうも中ちゃん、どうも。はい、だよーし、あーちゃん、中ちゃん来たんで、じゃあ、中ちゃん、あーちゃん、乾杯乾杯乾杯。アップアップだよ、アップ。横山さん、アップ、超アップ超アップ。やばいね、やばいね。ねえ、中ちゃんはぼかし入れるから大丈夫。エロビドみたいな、ね、よし、明日から宣戦布告か。やりますか？いや、お、怒ったの？俺怒っちゃった。お、アンチの野郎、怒っちゃうよ、本当に。なんで勝手に上げてんだよ。何？5チャンネルで。なんて書いてあった？うん、ホモギラク。会いに来いや、俺とは。やっちゃい、やっちゃい。ゴロゴロ芸能人ずらしちゃうけど、ええかええかええか。今後あんのかよ、お前。やめろよ、勝手に映すんじゃねえよ、お前。芸能人ずらしちゃう。芸能人。いや、芸能人ずらしてます。チンパンジーさん、先日はありがとうございます。先日はありがとうございます。じゃあ、軽く乾杯いきましょうか。じゃあ乾杯いきます。じゃあ皆さん持って、よろしくお願いします。どれどれ、あれ、いや、新しいの。チンパンジーさん、乾杯。イエース。いや、でもね、
先日のコンビですよね。そうですね、コンビですよね。あの相方さん、あの結構有名になっちゃうかもしれない。え、ジゴロさんはカットしてくれました。いや、カットさんはしないからね。全然あのさ、カット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 、乗ってますよ。お疲れ様です。あんまりなんか興味ないみたいですけど、すいません。それはスープが待って分かんない。なるほど、興味って感じ。もう超アップ。やめて、ハクさんやめて。みーこたん、今日は2連ちゃんありがとうございます。ガツン、あーいいっすね。焼きもち焼きの番長さんね、こう、いやー、いや、新井さん、イエーイ。いや、忘年会楽しいですね。また心を引き締めて、まあ適当に生きていきます、僕は。はい、どいやね、まあ適当な、まあまあまあ適当ですよね。ね、ゴロは何だろう、あれ芸能人ずらして喋ってんなタイプな。まあしょうがないね、うん、今度は企画してくださいね、よろしくお願いします。はい、こんばんは、花くそです。ね、先ほどね、写真写したやつの、まあ、新井さんがね、作ったやつですよね。すごくね、ドラゴンボール、竜がね、手持ってます。ボール持ってましたよね。ね、早速ね、チェーンもね、購入しないとね、いけないんでね、またちょっとインターネットでね、探そうかと思います。あと、エンジェルに、ハートついてましたよね。あれもね、かっこいいですよね。新井さんは作って販売してるんですかね。本職なんですかね。ちょっと聞きそびれたんですけど、ずいぶんね、すごいです。でね、高高さんにね、五平餅ね、いただいたんですよ、お土産で。これ長野県って書いてありますよね。で、僕のね、地元の方もね、もうチビの頃から、五平餅、食べてました。懐かしいね、感じですよね。これは何だろう、津軽リンゴかな。ちょっとね、何の、リンゴか種類はわかんないですけど、富士なんですかね。今、リンゴも種類がね、すごく増えてます。まあ、ありがたく、美味しくいただきたいと思います。ありがとうございます。はい、座って、ちゃんと手でやる、はい、こんばんは。こんばんは。誰にこんばんはって言ってるの。こっちに言わなきゃダメ。こんばんは。こっち言って。え、こんばんは。こんばんは。高高のおじちゃんがね、はるくんにね、プレゼントだって。プレゼント？うん。何？クリスマスだから、うん、高高のおじちゃんがはるくんにね、うん、サンタさんじゃないよ、うん、サンタさんはバーバンチ行ったら来るでしょ、うん、タカタカのおじちゃんがプレゼントだって、うん、でね、ママが持ってきてくれる今、うん、はい、ドラえもんの転がせちも見えてるけど。え、何？ドラえもんの転がせちも見えてんだけど。いや、そんなことないはずだよ。ドラえもん？違うよ。ドラえもん？違う。違う？開けてみれば。全部？うん。じゃあいい？うん、いいよ。オッケー。低いこれは。ここに座って開けてみるな。これこっち。大きいからちょっと。うん、大きいからね。大きくて届かないけど。なんだろう。パパも知らないんだよ、中。見てない。何が入ってんだろうね。どう思う？どうも思わないね。外
はるくんより大きくない？なんか芋、うん、これかこれ、はい、はい、おはい、はい、ちょっと重い、これどれ、お、これ何それ、これ毛をこうやって刺してポンって出る、そうなの、うん、ああ懐かしいね、懐かしい、はい、これドンと、はい、ここ置いてみ、これ、わあ黒ひげ一発っすね、これ確か黒ひげ一発っていうのは本来こいつを助けるために、刺すと飛び出して、飛び出した人が勝ちのはずなんですよね、これ本当のあれは、うん、本来のね、一番最初のやつですね、これ何、これえ、これ大きいアクションゲームだってよ、キアクションゲームあれはスーパー痛いワニ、痛いよ、挟まって、なんかすごいよこれ、ハルくん、うん、なんかまだ入ってるこれ、え、何、いらないの、じゃあもらうよ、パパ、何、何、何、お、お土産もう一個入ってるよ、ちょっとそれ開けてみ、はい、なんかママいっぱい入ってるよ、うん、何入ってるの、それパパのじゃないの、あ、ベイブレードだ、うん、コマだ、あ、コマのやつだ、これかっこいいね、ハルくん、早速開けてみる、え、これ、うん、後で開けな、うん、はい、高田さん、ありがとうございました、こう、ハルトが、まあ、喜んでますね、こう、何なんだろうね、このスーパー痛いタワニ、どの歯を押すと噛みつくの、あー、こうやって押してパチンってなったらあれなんだ、うん、でパチンってなかったら、うん、ずっと5倍飛ぶよ、5倍も飛ぶのかよ、うん、すごいね、これあれ、これケアスしてポンってるやつだよ、そうだね、こう注意とかね、お願いいっぱい書いてあります、見せて、超飛び黒ひげ一発、黒ひげくん人形を樽の中に入れる、で入れる、で飛び出した人が負けって書いてあるんですよね、やっぱりここにちょっと見、飛び出した人が負け、うん、これ飛び出した人が負けって書いてあるんですけど、飛び出してる以前ね、あのテレビかなんかで聞いたのが、一番ど初発はなんかなんていうんです、この出した人が勝ち、要は助け、こいつが捕まってて、刺して要は助けたということで、こいつが出た時は勝ちということを聞いたことありますね、パパ今はねもう違ってると思いますけど、パパ、もう一個入ってる、はい、あれすごいね、ハルくん何個入ってんの、うん、ベイブレード、これ